ははいでは大問7です。大問7は非常に簡単で2乗引く2乗ですね例えば A の2乗引く B の2乗とあったらば A プラス BA マイナス B と因数分解をするんですよということになってましたけどこの公式を使って解くだけなので例えば1番ですけれどもこれは A プラスの 6A マイナス6と36は6の2乗ですからね。 えーというふうに解くだけです。なので、2番も x-9y、x+, の 9y、えー、失礼、書き間違いですね。x+,、えー、プラスの 9y というふうになります。別にプラスを先に書いても、マイナスを先に書いても、どちらでも構いませんが、まあ、どちらかに統一しとく方が間違いは減るかなというふうに思います。えー、8a-b、4番では、 3x プラスの5ッ3 x マイナスの 5i、えー、次ここは一旦ですね、えー、素因数分解をしてから、x えー、2を書き忘れました x プラス 3x マイナスの3です6番でもこれも素因数分解できそうですね5でくくって 4a の2乗マイナス b の2乗にしてから5弧二 2a プラスの b 2a-b7 マイナスの、B、7番ですえー、っと7でいけるかな、えー、7でくくると 47284a の2乗636ということなので 2a+ の 3b2a- の 3b8 番ではあこちらは何でくくりましょうかねえー、っと8番の問題では えーっと何かな三で9十五九ではいけないですね普通に3ぐらいかな31が3サブ618はいはいはい九二27これですねえっと 4xy プラスの 3z4xy マイナスの 3z はい出来上がりました これはそんなに難しいものではないのでしっかり公式が身についているかどうか確認をしてみてください。